到着ほら、お前も早く来いよ。早く早く。んテンション高いって <laughs> 当たり前じゃん。今日はずっと、ずーっと楽しみにしてた。遊園地デートなんだから。そんなに楽しみにしてたのって。そりゃそうだって。俺、彼女できたら。 絶対に遊園地でデートするって決めてたんだ。そんで、どっと、やべ。これはまだ内緒にしとかないと。え別に何も言いかけてないけど、本当だって。嘘なんかついて、んないんじゃないかな。あは、あはは,は、あは、あはあは。あ え嘘つくなら帰るって。えあ、ちょ、あ、ちょっとえマジで帰るのか <laughs> 待てってば。ああ、もう、わかった。言う、言うから、ちょっと待って。だからさ、昔漫画で、遊園地デートしたカップルが、観覧車のてっぺんで、 キスするってのを読んだことあって。そういうの、なんかすげえいいなってずっと思ってたんだ。だから俺も。って、お前、顔真っ赤だけど。恥ずかしいって。わ、わかってるってばもう、こうなると思ったから言わないようにしてたのに。 けど、聞いちゃったからには、絶対やってもらうからな。俺の夢叶えるの、協力してもらうから。だって、この夢叶えるの、お前にしかできないし。な、いいよな。ああ。今うなずいたよな。ってことは、 いいんだなやったー <laughs> やっぱ俺、お前のこと大好き。んじゃ、まずはジェットコースターから行くか。ほら、手つないで。今日は、一日中ずっとつないどくんだからな。絶対に、話しちゃダメだかんな。よし 準備 OK! 今日は目いっぱい楽しんで、最後に観覧車、一緒に乗ろう。